ふるみさん、素敵な演奏ありがとうございました。今本選を終えられてどのようなお気持ちでいらっしゃいますか？1番が終わってほっとしたっていうのが一番あって、でまあいろいろ自分で思うことはあるんですけど、素晴らしい指揮者の先生とオケの方々に支えられて、すごく楽しく演奏できたかなって思います。ですか。はい。古見さん、今回はリストを弾かれましたけれども、この曲を選ばれた理由は？もともと勉強はしてたんですけど、オーケストラと共演したことはなくて、ですごく大好きな曲なので選びました。そうなんですはね。い。じゃあ、この初めてのこのリストの曲でのオーケストラのそうです共演でね。すはね。い。楽しかったですか？楽しかったですけど、ちょっと余裕もなかったなって思います。なるほはど。い。分かりました。では、このコンクールを全体を通して何か学ばれたこととか、そういうのはありますでしょうか？すごくなんかこっちに来てからすごく自分の演奏がその変わったなって思うところがあって、でそういう意味ですごく学ぶことが本当にたくさんあったなって思います。なるほど。はい。どういうふうに変わったのかっていうのをちょっと聞いてみてもいいですか？なんか本当に純粋に音楽が好きで弾いてるっていう、なんか初心に帰れたじゃないですけど、なんかすごくここの環境がなんかまっすぐに進撃に音楽と向き合える環境だったので、そういう意味で、まあ、舞台で演奏してる時の感じとかも含め、まあ、自分の演奏変わったかなって今思ってます。そうなんですね。嬉しい言葉です。では、今後ですね、この音楽家としてどういうふうになっていきたいなというふうに思っていらっしゃるか教えてください。私は音楽が好きで、でその好きな音楽がこの先もねずっと残っていくといいなって思ってるので、なんかやっぱり作曲家がどういうことを考えてどういう状況の中で作ったかとか、そういうことにしっかり寄り添って、なんかちゃんと真摯に向き合って、なんか聴いてる方にそういう思いとか感動とか興奮とかそういうものを届けていきたいなっていうふうに楽しみにしています。では最後にですね、このビデオを見てらっしゃる皆様に何か一言メッセージをお願いします。すごくこちらで過ごした2週間くらいですかね、すごく聴衆の方々はじめスタッフの方々など街の方々に本当に助けられて、素晴らしい時間を過ごすことができました。ありがとうございました。どうもありがとうごはざいい、まあしりがとうございた。ます。